お手、おかわり、タッチ、ぐるん、伏せ。はい、行こう。はい、アニマルハウスへようこそ。園長のゆうきです。はい、というわけで本日はですね、僕が先日ツイッターでクラウドファンディングを皆様にご協力をお願いした千葉県にある動物保護施設猫の巣さんに遊びに来ております。いろいろ動物さんがいるみたいなので、早速中の方に入っていきたいと思います。レッツゴー。お、すごい、早速もう入り口からお出迎えしてくれてる。先日は本当にクラウドファンディング良かったです。ご協力いただきまして本当にありがとうございました。本当に無事達成できました。皆さんありがとうございます。ありがとうございます。はい、で猫の巣さんはいろいろ動物さんがいるっていう話なんですけれども、どんな動物さんがいるんですかね。1階はワンちゃんと猫ちゃんとあとフェネックが、はい、おりまして、2階にはフクロウだったりカピバラ、カワウソといったエキゾチックアニマルがおります。エキゾチックアニマルもいるという、はい、楽しみです。で、名前に保護動物カフェって保護がつくじゃないですか、はい、大体基本的に保護動物ってことなんですか。そうですね、あの1階にいる子も2階にいる子も、はい、みんなあの保護された子たちになります。へえ、まあ実はうちもそんな感じなんですよ。はい、拝見させていただいてます。 ありがとうございます、はい、皆さんに猫の巣さんの魅力を届けられるように本日は動画をお届けしたいと思います。まず1階を見させていただきます。かわいい。ちょっと見てみますか、いろいろ。プリンちゃん。プリンちゃん。すごい、至る所に猫ちゃんがいる。みんなリラックスして、みんなソファーに一列になって寝てますよ。まゆい。これは癒されるわ。水槽もあるんですよ。ナマズさんがいる。もういろいろいて、オスカーも。店内見させてもらってるんですけど、あちこちにこうテーマパークの要素がある感じがするんですけど、これはなんか目指してるっていうのあるんですか。お客様にもより楽しんでいただけるように、普通の猫カフェではなくて、そのテーマパーク用の盛り込みです、うん、もともとそのコーナーの活動でも、はい、私たちも、すごい楽しいですよ。ワクワクするっていうか、はい、今から猫ちゃんのおやつタイムが始まるみたいなので、そちらを撮影させてもらいたいと思います。すごい、続々と集まってきた。うわ、こう見るとたくさんいます。おやつですよ。皆さんお召し上がりください。Thank you.